じゃんけんでパー出してる人、グーに勝つけどチョキに負けること分かってる。みんなじゃんけんってするよな。その時何気なくパー出してない？パーを出すということはグーに勝てんねん。でもそれと同じだけチョキに負けるリスクを払わされとんねん。そもそもじゃんけんというのは全員が同じ勝率になるように操作されとんねや。誰かが一人勝ちをする、そういう風に社交心を煽るだけ煽って最終的には全員が同じ勝率になる、そういうオチなんや。勝率は全く一緒。ずっと同じ手を出し続けても勝率は変わらないから、全くの運勝負やから、パーを出し続けてる人が全くの一定の勝率でやってしまうと必ず痛い目を見る、そういう制度になっとんねん。逆にパーは一番コスパの悪い手とも言えんねん。最初にグーって言ったことある？あの時の基本の手の形がグーや。そこからパーは5本も指を伸ばさなあかん。5本もやで。チョキは2本なのに 2.5 倍もの労力を払わないかんちゅうわけや。せやったら最初はグーの時からグーを出し続けちゃいいんちゃうかっていう人が必ず現れる。でもそれはグーを出し続けることでパーを出したら必ず勝ってしまう世界が生まれてしまうんや。この世界が生まれてしまったらじゃんけんの均衡は崩れる。だから誰が何を出すか手を迷うんや。この迷いこそがじゃんけんの醍醐味とも言えるんちゃうの。パーだけじゃなくグーもチョキも使っていく、これがじゃんけんを明るくする唯一の方法なんや。だからみんな、いろんな手でじゃんけんやってこー。